これはこれでいいもんでしょ。下着がね、つけへんかったりでも、お祭りだから別に下着つけても、その、あの肌つけても別に日本の祭りはかまへんのですけど、まあちょっともう今、現代やしね、現代っていう見方は常に現代だね、その時は。要するに、今、こんなね、どう言ったらあの説明しがたいね。だって、ご挨拶の部分も、昔よりずっとご挨拶になってるし、でこういう伝統的な美しさっていうのは、むしろ途絶えてしまったからね。でその復活に努めたけど、この格好には完全に無国籍でしょ。もうどう処理していいか分からないですよ、男の子人たちがね。男の子人たちが、ね。こんなんも、卑猥って感じじゃダメですよ。これはだから、神事の一種やから。ね、お辻家って神職でもあるんやからね。日本中の日本神道の神官たちのカバネは全部お辻やからね。うちは、維持がお辻で。カバネは相手お辻って言わないよ。お辻家はね。だからこうやって、こんなね、祭りに合わせて踊ってたらいいのよ。ドワーって気を慎めたからね。あの、スサノオの弟やからね。ね。海の喜ぶ神様はね。そのもんでしょ、こうやって大人してたんだから、お前からしたって。サルメが真似しただけだよ。ウズメが真似しただけだよ。言っとくけどね。じゃあ、お楽しみに。